ユーチューバーになりたいだ笑わせんな。坊主。4月も始まり、新生活に夢を膨らませ、大学生になったから、ね、ちょっと社会人になったから、新しいことでも始めてみようかなーなんて、思ってる。坊主。なりたい職業トップ10入りのユーチューバー。 花々しい方々がいらっしゃいますよね。それで間違った、君たちが間違った道に進まないように、現実をね、今日は YouTuber の現実を教えます。私、もう知らないと思います、初見さんは。はじめまして。タグチエンターテインメントという名前で、アニメ YouTuber、アニメ特化型の YouTuber をやっております。同期は、捨てはげ、スーツチャンネル、等々があります。 まあ今で言うだから中堅どころのね、えー、YouTuber さん方の世代になります。もうどうあがいても100万人いかないという世代になります。えー、そのですね、今始めるユーチューバーどのぐらい過酷な状況かというのをちょっと僕はね、もうはっきりと、もう全部本音で話したいなと思います。そしてユーチューバーというのは人が絡んでくるので、その人、 周り、グループ、スタッフ、そういう面までもう全てお話ししたい、今の私のチャンネルの状況、全てをお話ししたいなと思います。えー、まずですね、一つ言いたいのがですね、これを目的にやっちゃうと、もう間違いなく失敗するなというパターンなんですけども、金が欲しいな、これで YouTuber を始めるっていうのは非常に愚かなことですね。 金が欲しくてを始めるのであれば、まあ、ゲーム実況だったらまだありかなと思いますゲームっていうのは別にお金かかんないからほとんど始める上で,で。もうだからマイナスがないんですよね。ゲームなんかいくら買っても別にせいぜい5、6000円なもんでしょゲームなんか。それだからゲームを始めてゲーム実況するっていうのは別に そこまでお金はかからないから、まあ、収益がかあの増えてくるっていうだけだから別にお金を,をただもらいたいっていうだけだったらそれはまあ結構現実的な考え方なんですけども、まあ、特に顔を出したりとかね 顔を出したり、まあ、ジャンルに特化した、まあ、じゃあ、ラーメンをすずりますみたいなのとかね、あと、まあ、あの、ポルシェ買ってみましたとかね、ベンツ買ってみましたとか、そういう系の YouTuber、僕もまあ、アニメ YouTuber だから、アニメグッズをたくさん買ったりとかね、160万円の買い物を2ヶ月後にしなくちゃいけなかったりとかあるんですけど、そういうことになってくると、まあ、確実に、僕の場合はですよ、YouTube 歴4年間やって、元が取れてるかって、今、じゃあ、6万5千人ぐらいチャンネルがいて、もう正直、 あの再生数もものすすごく今多いんですよそれで、あのー、収益ももちろんあるんですけどめちゃめちゃ多分それだけいったらあ「お前めちゃめちゃお金持ちじゃん」ってなるかもしれないんだけども、あのー、マイナスですよ、うん、トータルで見たら余裕のマイナス、うん、最初の23年間とかもうほぼないしマイナスが200万300万ってあるわけですから余裕のマイナスですからねえそのぐらい、えー、継続した人気も 得なくちゃいけないしあの、お金が欲しいのであれば、そしてもう初期投資するぐらいの覚悟が必要なんです。 僕の場合は、えー、最初の1、2年間っていうのは、えー、まあ自分の仕事、まあ、普通に働きながらやってたんですよ。で、その稼ぎっていうのもほとんどないです。もうあの全部引いたら、もう10万円台です。20万円乗っかってないです、はっきり言いますけど、その時当時。それで、えー、十何万円のお金の中で、えー、じゃあ、食費、えー、生活費っていうのがかかってきますよね。で、そこで、えー、そうなってくると、ほとんどないです。家賃も引いたら、東京に来てるから。でもうほとんどない中で、じゃあ、どうするかって、もう食費削りましたよね。 食費毎日あのスニッカーズ、チョコレート、チョコレートだけ夜飯食べて終わるなんてのザラです。当時の、今動画出しますけど、当時の僕の動画でもう僕の体もう全部さらしてるんですけど、えー、当時52キロぐらい。もう今の20キロ以上、今より20キロ以上痩せてます。そのぐらいの、えー、食費を削ってまで、 ね、え朦朧した意識の中、編集に取り組むぐらいの、まあ、しかも働きながらね、そうなってくると、働きながらやんなきゃ多分きついから、最初は、そうなってくると、本当に、あのー、地獄のような日々ですよ。で、それで売れたら、まだ僕は売れた方だからまだいいかもしれないですよ。今、収益、得れてるからまだいいかもしれないけど、それ、売れなかったら、何のための時間なんだってなりますからね。まだ勉強してた方がいいですよ、本当に。そのぐらいのレベルです。ええ、そして えーまあ、これだけはね、えー、言っておきたいんですが、えー、仲間が欲しいなみたいな仲間グループ YouTuber ああいうやつあれになりたいなみたいな今多いんですよ大学生の諸君がなんかチームユニット組んでやりますみたいなね単純にユニットがいたら面白いことがたくさんできて であのー、編集にも今、まあ、回れて3人でやるなら回れてみたいなねあの間違いなく金で揉めますからねそんなのなって金で揉めますからねそうなってくるとそして、えー、まず言っときたいんですけどグループ YouTuber 仲良くキャッキャウフフやれるみたいな言うのはもう成功してるやつを見てるからでしかなくてもう売れてない時のグループ YouTuber ってもう本当に喧嘩しかないと思いますで僕の現状今ねあの僕はグループでやってるわけじゃないんですけどもまあ いやあのー、スタッフさんね、あのー、もうそのロケの時とかとかね、編集忙しい時とかに入ってくれるスタッフさんっていうのはいます。それは9年間ぐらい付き合いがある、えー、もう、うん、スタッフですね、あ大本君っていう彼と、えー、飯塚という彼がいるんですけども、えー、どちらも9年ぐらい付き合いがあります。で、それで、えー、僕は彼らと仲がいいかっていうのはね、皆さんにはっきりとね、申し上げておきたいんですけども、仲、全然よくないです。うん。仲、全然よくないです。 大本君に関しては別に、あのー、おとなしい人ですから、あの、そこまでそんなにないんですけど、あの、飯塚に限っては、私は飯塚と常に喧嘩をしております。で、飯塚の電話を僕はね、出ないです。一切。もう、あのー、本当にそのぐらい仲が悪いです。仲めちゃくちゃ悪いです。うん。あの、お互いもう、はたき合いしたりします。あの、撮影がじゃあ終わりました、みたいな。じゃあお疲れさんね、みたいなの言った時に、ブーンみたいな、お互い、 そんな感じになります。そんいや、もう本当無意味よ。無意味に、お互い、僕が一方的とか、彼が一方的とかじゃなくて、そのぐらいの仲の悪さなんです、マジで。これ、仲いいとか思わないでくださいね。本気で仲悪いんですよ。で、僕、嫌いなんですよ、彼のこと。普通に嫌いなんです。なぜなら、裏切るから、裏切り者だから、彼は。一回、僕がね、あのー、アニメユーチューバーになって、転身して、人気がない時に、彼は一回、とんずらこいてるから、逃げてるから。 うん、もう、おめえ、おめえれんけ。二度つや人気出るやーっつって、とんずらこいでるから。で、それで彼も僕のことは大嫌いなんです。彼は、どのぐらい僕のことが大嫌いっていうと、彼はじゃあ僕の動画カメラマンですよ。カメラ回して、はい、じゃあいい動画撮れまして、じゃあ編集お願いね。つって僕が編集して動画上げるんですよ。その動画に彼はバットボタンを押します。僕の動画すべてに彼はバットボタンを押してます。そのぐらい僕のことが嫌いです。お互い、僕ら、お互いがお互いのこと嫌いです。そういう関係なんです。 僕の今のの今エンンターテイメントのチームっていうのはなんで、まあ、この飯塚と飯塚となんで僕は仲悪いのかっていうところなんですけど、えー、単純に、えー、彼と付き合い始めがね彼って元々はねコンビニの夜勤のアルバイトをしてたんですよ僕と出会った時っていうのはねでそれでいつしか彼が、あのー、仕事でね あの就職したんですそれがあのテレビ業界だったんですね彼の場合っていうのは。で今彼はあのフリーであのディレクターやってるんですけどまあ、いろんなねあのバラエティとかいろんなまああのー。 アニメ系アニメ系ではないかな。まあいろんな、まあ、映像制作、いろんなもう本当幅広いスポーツから何から、えー、フリーでやってるんですよ。そのうちの一つのタグチエンターテインメントという仕事なだけなんですよね。彼の場合は。だから、えー、やってるだけで、お互いが僕からしても彼は、えー、カメラマンさせたら、えー、一流だと思ってるから、えー、彼を、えー、起用してるわけなんですよ。そういう関係性なんですよ。だから、えー、今は、 タ口チエンターテインメントね、ちょっと人気が出たチャンネルだからいいですけど、えー、もう彼らに、今までは彼らにバイト代なんか僕は払,払えなかった。彼らがバイト休んで手伝いに来てくれても飯おごるぐらいしかできなかったですけど、今はバイト代ぐらいは出せるようにはなってます。正直言うとね。で、それで、えー そういうことができてなかったとき、で、僕が全く人気もなかったとき、もう本当に皆さんに見てもらえてなかったときとかも、えー、彼はずっと、あの、ディレクターとかね、テレビ業界いるわけだから、正直ね、かぶれてるんですよ。彼の嫌いなことだけ話します。これ別に皆さんに全部うのみしてくださいなんて言ってるわけじゃないですよ。僕がなんで彼が嫌いかの理由だけを話します。で、それで、彼はあの、かぶれてるんです。テレビ業界かぶれてるんです。で <laughs>、えー、えー、え、あいつと会ってきたわー、みたいな、いうね、やつなんですよ。で、それで、 僕に僕の動画とかを見てね、これ全然面白くねえなーとか言うんですよ。もう売れてない時本当に。で、それで、何回も喧嘩したよ。何回も喧嘩した。もう数えきれないぐらいの喧嘩をしてきてで、それでもうどん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 やっぱり結果が出ない。アニメ YouTuber。 自分が好きなことをやりたいと思って始めたアニメ YouTuber に切り替えて1年間何も結果が出なかったんで,すでもまあ俺はまだ前よりはマシだったんだよ前みたいにあの川をね下ってあの濁流に飲み込まれてね死にそうになりながら溺れずる寸前までな,なったりとかあったりとかあと東京から千葉までねただ歩く動画とかねそういうのよりはもう全然あのやりやすかったんですよ でそれでも、やっぱり、あのー、アニメ YouTuber 特化したところで、見てもらえないんですよ、最初は、どうしてもね。で、それで、彼はどん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 僕にね、あのー、言うことは指摘するんですよ。彼としても動画をやっぱ伸ばしたいっていうのはあるから。で、彼は、あのー、僕に言ってきました。僕がね、アニメを普通にレビューしてるだけじゃ、誰も見ないと。誰も見るわけがないだろうと。お前と。お前、お前、んあ、もっとオタクらしくならんかいって。 おタクのキャラがお前なってないわつ。いや、なんでおタクのキャラなんか作ってやんなきゃいけねえんだと。今みたいに、今みたいに普通,普通にや,れやってたんですよ。それなのに、彼は、おタクのキャラじゃなきゃ、お前、絶対無でも、全然面白いみたいなこと言うの。だから彼がね提案してきたこと、じゃあお前何をやったらいいか言ってみろよっつって。俺も、必死だから。どうにかして皆さんの元にたどり着きたいって。必死だから。そしたら彼は、なんて言ったかっていうと、これマジだからね。俺の顔に、 バー油を塗りたくれっつったの。馬の油。バー油を塗りたくって、オタクってちょっと汗かいてるイメージあるじゃん夏。それバー油をね、顔に顔面に塗りたくって、ア,ミアニメレビューをちょっとしゃくれ口でやれみたいな、キャラを作ってやれみたいな、オタク,オタクっぽくザ・オタクみたいな感じでやれみたいなこと。いうバー油塗りたくって。で、俺バー油塗りたくったね、顔に。 今上がってる動画で多分3、4本ぐらい、バー油塗りたくってるバージョンの俺のアニメレビュー動画あると思いますよ。見てられない。その二度と見たくない、俺も。でも一応上がってます、今。で、それで、こんなことまでしてなあかんのって。で、これは結局ね、はっきり言うと全く評判良くなかったんですよ。やっぱり。彼はテレビ側の人間だから、 の YouTube のことは本当にわかんないから僕はもう今彼の意見なんか一つも聞いてないんですけどあのただカメラとしては一流だから、えー、起用してるんですけどえー、っとねそのぐらいねサ、あのー、サバサバしてますよそのぐらい苦痛を得て仲間からもね 信頼を置いてる仲間からもぶった差しにさせ、早く早くうまいって駄目なんだ、これだからダメなんだって、今今は人気が出たから、まだパワーバランスが保たれてるけど、ね、僕だってガツンと言うことはあるけども、そのぐらいの関係性なんですよ。そういうもんなんですよ、本当に。じゃなきゃダメなんですよ。うん。そのぐらいの、そのぐらいでいいよっていう。うん。お友達感覚じゃないんですよ。お友達仲良く、こよしでやるもんじゃないんですよ、これって。 もう本気でどうやったら秘書さんが喜ぶかっていうことを考えてやっていくもんなので、えー、仕事よりきついですよはっきり言いますけど仕事よりきついですよきつさで言うなら、うん、楽しいことだからまどかマギカのセリフでこういうことがありました、えー、苦しいことがある分大人は楽しいんだよっていうそういうねお母さんのセリフがありましたまさにその通りですね自分の好きなことをやるんだったらそれ相応の覚悟を持って守らなくちゃいけないんです居場所っていうのねそういうもんなんです だから、生半端な気持ちでね、生半端な気持ちでね、えー、YouTube をやろうなんていう少年たちが増えないように、少年少女たちが増えないように、えー、こういう動画を4月に、えー、叩き込んでおこうかなと思いました。 えー、これは決してライバルが増えるから、えー、阻止しようというわけではありませんので、えー、そこら辺はご了承ください、えー、というわけでですね、えー、今日はこの程度になりましたが、えー、ぜひともね私の下積み時代に同情してくれた方っていうのはねサブチャンネルタッピーチャンネルバンドリで金稼ぎをするクズでございますよろしくお願いしますもう一度だけ僕にチャンスをください、えー、それでございますので、ね、タッピーチャンネルのも,もうそろそろ指導ということになりますそしてタグチェンタッテメントチャンネルもぜひ、えー、ご覧になっていただければいいかなと思いますぜひね、えー、僕の 一番最古の動画、iPhone SE と iPhone 4S の速度調査のね、クソつまんない動画を見ていただいて、ああ、ここまでならなくちゃいけないんだなということをご理解した上で、YouTube チャンネルを設立するかどうかをしっかりとご検討していただければいいかなと思います。